はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ついにソニーの新型の完全ワイヤレスイヤホンの、こちらですね、リンクバッツが発売となりまして、購入しました。はい、ソニーストアの方で購入したんですけども、まあ、こちら今非常に話題のですね、この完全ワイヤレスイヤホンになっています。まあ、特徴としてはですね、耳に装着するイヤホンなのに、装着する部分に穴が開いているので、この周囲の環境が聞こえるっていうタイプのイヤホンです。まあ、今回はこちら実際に販売されている商品の方購入しましたので、リンクバッツの魅力となるポイントをですね、サクッと、まとめてね、お話ししていきたいと思います。では、行きましょう。はい、ではですね、リンクバッツ開けていきます。製品お借りしているときにですね、こちらの白いイヤホンをね、まあ、お借りしていたんですけども、今回黒も購入しました。2色買ってみたので、ちょっと開けてまずカラーの違いを見ていきたいと思います。この箱に関しては、もう紙で作られているので、まあ、かなりエコに配慮されたパッケージングになっています。まあ、かなりコンパクトなイヤホンのケースになってます。うん、で、開けると、こんな感じで、入っているということですね。まあ、非常に変わったこのリング型のね、こちらイヤホン部分になっております。で、今回、まあ、こちら黒ですね、ブラックがどんな感じなのか、ちょっとね、今まで見たことなかったので、開けていきましょう。こちらがブラックですね。この紙の部分も黒ですね。はい、ブラックのケースがこんな感じになってます。並べてみるとこんな感じで、まあ、白と黒ありますので、まあ、選べるようになってます。はい、イヤホンの方はこんな感じ。まあ、個人的には結構ね、ブラックも、好きですね。こんな感じの外観デザインになっております。でイヤホンの部分はこんな感じで丸くなっていて、まあ、リング型の 12mm の、大型のドライバーが搭載されていて、ここから音が鳴るっていう仕組みになっています。はい、じゃあちょっとリンクバッツの、特徴ですね、お伝えしていくんですが、まず装着感がめちゃめちゃ軽いんですよね。装着するとこんな感じになっていて、まあ、ちょうどこれ穴が開いているので、この喋ったりとかね、していても、自分の声も、反響せずにですね、スッと自然に入ってきます。結構イヤホンってね、外音取り込みモードとかを使っていて、この周囲の環境を取り込むことができるんですけど、自分が喋るときに、この自分のこの声がちょっと不自然に聞こえてきたりとか、まあ、どうしてもこのマイクから拾ってきてるなっていう感覚があるんですけど、こちらはちょうどこのイヤホン、音が鳴る部分に穴が開いてるんで、イヤホンをつけていても自然にね、周囲の環境が聞こえます。これがリングで耳を塞がない、この新しい、イヤホンのリスニングスタイルということですね。あとイヤホン自体がすごい軽いので、この長時間つけていても疲れにくいということで、メリットとしてはやっぱりですね、日常生活にすごいフィットする装着感だと思います。で、あとですね、個人的にこれなんで2台買ったのかっていうと、自分用と妻用に購入したんですけども、まず妻はですね、このカナル型のイヤホンっていう耳の中にギュッと入り込むタイプのイヤホンが苦手なんですよね。まあ疲れちゃったりとか、この圧迫感があるから、まあ苦手なんですけども、今回のリンクバッツに関しては、そういったカナル型のイヤホンが苦手っていう人でも、すごく自然に装着できるっていうのが特徴になっています。だからまあ圧迫感がなくて、自然な装着感っていうところですね。で、あと自分用にも買ったのが、まあいくつか理由があって、特に気に入ってるのがですね、通話の品質がめちゃくちゃ高いっていうところです。はい。こちら AI を使ったノイズキャンセリングが入っています。まあすごい環境音がうるさい中で通話をしても、その環境音を、まあ極力カットしてくれるんですよ。で、自分の声だけを集中的に拾ってくれるので、街中とかですね、この騒音とかが鳴っているとかですね、まあ、自宅の中だと食洗機が鳴っているとか、洗濯機が鳴っているとか、家の中の環境音とかノイズもあると思うんですけど、そういうのが結構激しい中で通話をしても、非常にこれクリアに鮮明に、通話をすることができます。ただ、リモートワークとかで、このテレビ会議をするとか、電話をするとかね、するときに、家の中の環境がちょっとうるさくても、クリアに通話ができるっていう、気を使わなくていいっていうところが、すごい気に入りました。一応、環境音が鳴ってない時の音声と、環境音をあえて鳴らした時にどうやって消えるのかっていうところも、試してみたので、こんな感じになってます。はい、どうも、こんにちは、渡辺です。今、こちらはですね、リンクバッツを使って、まあ、何も音が鳴ってない状況で音声を収録しています。この時点で、このリンクバッツの、このマイクの性能ってかなり高いなって思ってるんですけども、いかがでしょうか。で、次、ここから直で、雑音流します。はい、ということで、今こちらの音声が、街中の雑音が流れている状況で、リンクバッツで、音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか。周囲のガヤガヤっとした雑音とかノイズっていうのが入っていますでしょうか。
はい、こちらですね、すごいですよね。これを初めて試した時にちょっと感動したんですけども、通話用のノイズキャンセリングのパワーがすごいです。で、次の特徴が音質なんですけども、こういった耳に穴が開いているとか、この開放的なイヤホンとかっていうのは基本的に音質がね、あんまりやっぱり良くないっていうパターンが多いんですけども、こちらは開放型のイヤホンっていうかね、非常にオープンな設計になっているイヤホンなんですけども、音質もそこまで悪くなくて、想像していた以上にクリアでですね、厚みのある音が楽しめます。はい、でもちろんですね、このカナル型のイヤホンで遮音性が高いイヤホンと比べると、低音の響き方とか細かいところはやっぱり、ね、そういったカナル型には劣るんですけども、オープン、開放されていることを考えると、相当レベルの高い音質だと思います。はい、特にこのソニーのイヤホンね、こちらイコライザーに対応しているので、よりこの低音を強化したいとか迫力を出したいという時にイコライザーで調整してさらに強めることもできます。だから究極のながら聞きというかですね、外の環境音とかも聞こえつつ、ある程度いい音でここで音楽を聴けるっていうね感じなんですよ。うん、スピーカーで、音楽を流すとやっぱり開放的で心地いいと思うんですけど、そのスピーカーの音って外にダダ漏れですよね。このイヤホンだとそれがなくて、スピーカーで自分だけの空間で流しているような感覚に近いですね。うん、で、注意点もいくつかあって、特に注意点ね、大きいところが音漏れするっていうところ。はい、これ結構音量に関しては 50% とかに上げると結構盛大に音漏れします。外で使うときに結構大きい音でね、音を流したりするとその音が結構外に漏れてしまうんで、何音楽聴いてるのかっていうのが外にダダ漏れになってしまいますので、そこはちょっと注意点かなと思います。使う環境に合わせて、音量っていうのはちょっと調整していって、音漏れを気にしなくていいぐらいの音量をちょっと、探っていく必要があります。個人的には 100% 中の 30% ぐらいの音量であれば、音漏れはあんまり気にしなくていいかなと思ってます。はい、で、あとバッテリー性能に関してはこれはイヤホン単体で約 5.5 時間なんですよ。あと通話の時は、さらにね、ノイズキャンセリングとかを使う関係でバッテリーの持続時間がこんな感じになりますので、ちょっと長時間のミーティングをしたいっていう時はちょっと通話の時間がですね、心配かなっていうところです。はい、だから予定されている通話というかね、会議の時間が1時間とか1時間半とか、そのぐらいであるっていう時は、問題ないと思うんですけども、2時間超えるかもっていう結構長い時間の会議とかが予定されている時は、ちょっと注意が必要かなっていうところです。あとマルチポイントとワイヤレス充電、この2点が入っていないのでちょっとデメリットになってきます。はい、ということで、今日はですね、リンクバッツ購入してちょっとカラーの違いとですね、特徴っていうのをまとめてみました。正直、2台も買ってるっていうことは結構気に入ってるんですよね。特にこの遮音性が高くてこの圧迫感がね、多少あるようなイヤホンをつけるのが苦手っていう方ですね、ちょっと耳がムズムズしちゃうとか、そういう方にとっては非常に使いやすいイヤホンになっていると思う。で、あとは純粋にこのマイクの性能が高いので、通話とかテレビ会議用として使っても非常に優秀だと思います。個人的にもこれを使ってね、1回でミーティングをしたんですけども、非常に使いやすかったです。で、ミーティングで使いやすい理由が2つあって、1つが相手にクリアに音声が届くっていうところですね。だから相手にとって通話がしやすい。自分もですね、喋ってる時に自分のこの喋ってる声がすごい自然にですね、入ってくるので、やっぱりイヤホンとかヘッドホンつけて、圧迫された環境で会議をするっていう時に自分の声がどういう風に自分に入ってくるかっていうのも自然に通話する時に結構大事になってくるんですけども、自分も快適で相手も快適に通話ができるっていうのもポイントかなと思います。はい、ということで、リンクバッツですね、こんな感じで、購入してみたんですけども、これからね、実際に購入したので、リアルに普段使いね、使っておこうかなと思っております。お値段の方が、公式の価格で、約2万3000円ぐらいという形になっております。ということで、今日は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。